収穫の方なんですけど、こういう感じで鈴なりでどん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 取って、はい、こうです。オレンジになったやつをだけ取っていくっていう。まあ量これぐらい取れますね今。取ったトマトが、もういろいろ調整はしているんですけど、途中でこれぐらいの量で大袋として、で、これ今映ってる？今映してるけど、やったらすごい映る？あ、え？あ、映るよ。映っちゃった。その時編集して使われるか使われてないかは知らんけど、絶対バッサリ行くもん。俺じゃないよ。どうしたまま送るの？あ、そうか、送るんか。そうそう、送りつける。料理に使うトマトを今アイコを収穫してます。まあイタリアンだったらパプリカとかが本当は一番いいんかなとは思うんですけど、うちではパプリカを作ってはないので、ナスをゲット。よっしゃ。江田島で買ったオリーブオイル、これがレモンオリーブオイル、世界一を取ったオリーブオイルの会社が作ったレモンのオイルです。で、これが混ぜた感じです。これが前菜です。まあ、自分で作ったものを食べてみるとやっぱり分からんっていうのもありますし、軽く香りを出すために炒めます。こんな状態です。ナスの上にトマトが入ってる状態ですね。で、キノコもやっぱり入ってると美味しい、だし旨味が出てくるんで、思ったより赤くない身ですのでができました。フリッタータ、スパニッシュオムレツの方を、この野菜たちを今からフリッタータにしていきたいと思います。半分我流、半分教わったって感じですね。なんで今日もどうなるか、さあ、思います。今、卵入れた時こんな感じになってます。うちの鍋もちょっとふつふつとしてきたんですよね。っていうと、あら、素敵な昨日届きました。プラン。三井さんから、畑の状況からすると、まあ、こんな感じで徐々にこんな感じで色が入ってきているものがあるので、こういうのを狙って取っていきます。届きました。ただこれ食べたことないんですよね、僕。すごいんですけど、で、1個減っとる、多分これ。もう嫁から食べたな。うまっ、めちゃくちゃうまいね、これ。うまいな、やっぱこの前のスイカ、西村さんのスイカといい、三井さんのプランといい、やっぱり果実ってすごくいいですね。いやー、作ってみたいですけどね、こういう、なんかいつもふざけてなんか YouTube 撮りよるけど、すごい農家ですよね。
おいい感じですね、うまそう。わーすごい美味しそう。うまそう。いい感じですね。前菜のやつもやっぱり、うん、オリーブオイルと合いますね。美味しい、とにかく美味しい、うん、あんまり赤くないミネストローネ、うん、うまっ、うまっ。夏野菜がイタリアに合いますね。で、トマトもやっぱり生で食べるものと加熱用に作るものでトマトの種類は分かれると思うんですけど、このアイコはこう 生のようにこうサラダのようにこう食べれるし、加熱しても非常にトマト感もあっていいかなっていうふうに思います。なのでとにかく甘く作るというよりかはトマトの味がした方が僕は好きかなっていうのもあって、そう作りたいなとは思うんですけど、そこの技術はまだまだ。今日は、知られざる種牛の世界。さあ、ゲリミライ君出動でございます。いよいよ精液採取の現場でございますけどもね、まずこの遺品台、偽物のメスの台と書きますけどもね、